フラミンゴは、超高フラミンゴ目フラミンゴ科の総称である。水かきのある長い足と長い首を持ち、頭部に露過接触に著しく適応した、得意な形態のくちばしを有する大型の水鳥である。種として、塩湖で大量に発生する、浮遊性の卵巣を食物としていて、食物をめぐる競争者や捕食者の接近が困難な、乾燥地の塩湖で巨大な群を形成して生活する。 そのため何万羽にもなるフラミンゴの群れが、空をピンク色に染めて飛翔する様が広く知られている。フラミンゴという名前は、ラテン語で、炎を意味する、フラマに由来している。和名はベニズルだが、鶴とは禁煙でなく、標準和名もしくはその一部としては使われない。アフリカ、南ヨーロッパ、中南米の塩湖や干潟に生息する。塩湖やアルカリ性の湖といった特殊な環境に、 適応しており、数千羽から百万羽程度の巨大な群れを形成する。体色は淡いピンク色から鮮やかな紅色をしている。フラミンゴが紅色なのは、餌であるエビやカニを食べているからという説もあるが、卵巣類の色素、ベータカロテンやカンタキサンチンによるものである。孵化した直後の体色は白く、これらを含むプランクトンや藻類を摂取することで、体色が紅色になる。 色素を摂取しない状態が続くと徐々に体色が色あせ、最終的には白色に戻る。動物園で飼育する場合、飼料に色素を添加することで灰色を維持している。くちばしは中央部で急角度で下に曲がり、への事情の形状をしている。くちばしが曲がる角度は頭頂部を下にして、くちばしを水につける再食時の姿勢に対応している。くちばしの縁には、 ラメラと呼ばれるヒゲ状の組織があり、これで水中の卵巣類や小動物を腰取って食す、露化接触を行う。片足で睡眠中のフラミンゴ喉にある線から、フラミンゴミルクと呼ばれる栄養豊富な分泌液を出す。これをヒナに口移しで与えることで子育てをする。同様な例として、ピジョンミルクで子育てをする鳩が挙げられる。母乳を分泌する。 哺乳類以外でこのような子育てをするのは珍しい。水辺にいる時は主に片足で立っている。これは水に体温を奪われにくくするためである。脚部は第一交代に点在するアルカリコの強アルカリ性の水質に耐えられる。離陸に25メートル前後の除草を必要とするため、動物園では飼育区画を除草できない、広さにすることで屋外で飼育することもある。 フラミンゴに最も近いのはいくつかの絶滅群で合わせてフラミンゴ目を構成する。原生化に限ればカイツブリ家に近縁でフラミンゴ目はカイツブリ目と姉妹群である。フラミンゴ化は三族六種のみが原生する小さなグループである。ただしシブリアンドモンローはフラミンゴ化の原生族を統合しフラミンゴ族一族とした。この分類は広くは 受け入れられていないが、現在もアメリカ庁、学会南アメリカ分類委員会が採用している。それらの系統関係は次の通り。原生フラミンゴ科の共通祖先は、約437万年前に二つに分岐した。フラミンゴ科には他に、化石属として、エロルニス・イロアニツと、フェニコノティウス・ファニーコノショスがある。シ,シンヨのユンシタルス・ジャンキタース,スもかつては、 フラミンゴ化に分類されていたが、おそらくフラミンゴ目にも属さず、ミランドルニティスの姉妹群である。フラミンゴ化は、ハックスリーにより独立目とされた。しかし常に、独立目とされてきたわけではなく、ジーグレイによりカモメ、ゲレットによりキジメ、ピースクレイターによりコウの取り目などに分類されてきた。コウの取り目説は、シブリアアルクイストの分子系統で支持されたことも、あり。 比較的最近まで有力な説の一つであった。ありがとうございます。